ちゃ。こんにちは。さあ豊さん、はい、日本ハムは今年からエスコンフィールド、素敵な球場だな、はい、皮切りにね、はい、こう、まあ、新戦力だったりとか去年頑張った若手の選手で今チームをなんとかっていうところ来てますよね、はい、まあ、そんな中ですよ、4月の4日にある選手が国内 FA 権を日本ハムで取得しました。加藤、そうです、まあ、今年 の、 あの開幕投手も務めた加藤投手が FA 権取得というところで、もうファンの間では行かないで行かないでとああそう、はい、出てます。コントロールいいよな、いいですよね、本当にな、はい、また今年の開幕投手もしてますし、いやだってさ、はい、解説エスコンに、まあ、これからも行くけど、はい、先発加藤って予告先発で見た瞬間に、うん、よっしゃと思うもんないやもうそうですよねゲームの時間早いからさいやそう、それはありますよ、テンポはいいしさ、次の予定立てられますからね、そうなんですよ、加藤なんてもうね、うん、いやもういいピッチャーで、もう喉から手が出るほど他球団は欲しいと思ってる投手だと思うんですが、そんな中もうそうです、スポーツ記事が性格もいいんだよ。あ、そうなんですか、どんな風に。いやいや、この前エスコン行って、はい、グラウンド降りてたら、うん、来てくれて、はい、どうさ久しぶりですねとか、お前開幕だなって言ったら、はい、もう長いスパン開幕投手ってずっと意識してきたから疲れちゃいましたよとか言ってたけどいいですね、人間味あふれる、まあ、人間味あるんだよすごくそうですよね、そうそんな中もうですね、これトースポウェブなんですけれども、 FA 権取得の加藤選手の流出に戦々恐々、はい、資金力ある3球団がもう有力候補に上がっているということで、はいはい、まあそうですよね、欲しいですよね、欲しいな、はい、やっぱりゲームは必ず作ってくれるピッチャーだからさ、はい、勝ち負けというよりもゲームはクオリティスタート、まあ、大体6回7回まで3点以内ぐらいでは行ってくれる、はい、おー、まあまあ、だからちょっと打ったら本当に勝ち投手になれるピッチャーだよ。そうですよね、うん、で今はまあ日本ハムで任せられる安心できるピッチャーといえば、まあ加藤投手であったりとか上沢投手、伊藤大海投手、先発で言えば上がっている中で、まあ、上沢投手がちょっとメジャーに行きたいっていうのは表明しているので行ってしまうのかなとなると、加藤投手までいなくなっちゃうのは、いやそれは大打撃だよ、開幕投手だもんだって。そうなんですよね、ただ水面下では多分ほぼ全球団が調査を進めているようだと。いややっぱ欲しいよ、そうです、だって無駄なことをしないピッチャーだもん、フォアボールを与えて大量点取られるとか、はい、そういうことがないピッチャーだから。そうですね、だから打たれてもソロかみたいな。そうですよね、うん、そうすると最少失点で抑えられるっていうところですもんね。まあ加藤投手というのはやっぱパリーグ向きなんですか、まずセリーグ向き、パリーグ向きとか。まあ向きはそんなないよね、うん、ただ彼の性格もね、はい、パリーグ向きかなっていう感じがするよね。それはなんか押せ押せで行くところとかそういうことで、いやいや、まあもうなんていうの、そのセリーグに魅力を感じてるかっていうと、うん、パリーグの中で動いてるじゃん、森だってそうだし、コンちゃんだってそうでしょ、はい、だからセリーグに魅力ってあんま感じてないと思うんだよね、パリーグ出身の選手たちは、うん、となるとやっぱ筆頭に上がってくるのがまずその1、ソフトバンク。まあそうだろうな、そうなるよな、はい、やっぱり昨年近藤選手をあの金額で取っている、同じ金額だったらまず行くよでもそうでしょうね、まず行くですよね、うん、で、まあ、貴重な先発の左ピッチャーっていうところで、やっぱり何枚、いや彼のいいところって先発やらしてもいいし、はい、中継ぎやらしてもいいし、まあ抑えっていう経験はないけども、はい、どこのポジションでも当てはまるんだよ。だからそれだけどこで投げても同じパフォーマンスを出せるピッチャーって、はい、なかなか少ないんだよね。だから貴重だよ。そうですよね、うん、まあ、ソフトバンクあれだけピッチャーも戦力いますけれども、やっぱりそれでも欲しい。ああ欲しいなやっぱコントロールがいいっていうのが一番安心感あるもんね。そうですよね、うん、確かに圧倒するボールはないけど、コントロールで圧倒できるピッチャーって数少ないからさ、はい、で彼の実力からまあ考えると、現時点でも年俸2億円以上もらってても不思議ではない。いや不思議じゃないよ、はい、だからあれだけこき使われてよ、うん、いや本当ショートスタートとかって、はい、まあ、いつもなんかショートで投げさせられて、はい、記録がつかないんだよ。だからそうですね、いやだけど彼は常に平均的に10勝ずっと上げれるピッチャーだから、はい、ちょっと打ってくれればね。
その FA になるとベースとして最低ラインでもうどのぐらいの年俸ぐらいからスタートになるんですか、ね。まあ、今年の成績もあるけどな、はい、今年の成績もあるけども2桁いったんだったら3億だな。まずは3億円っていうところがベースになってくるんですね。いや、じゃないと FA の価値がなくなるでしょ。そうですよね。今いくらもらってる。日本ハムで現状1億3500万円もらってます、うん、はい。ということは日本ハムは、まあ、単純に考えて倍にはなるな、 FA に行くと。 FA に、まあ、今年受賞するとする過程があるんでしょ、はい。まあ、そうなってくるとやっぱ倍ぐらいの価値はあるよね。2億7000万から3億、ね、3億ぐらいので、ハムは大体どのぐらいを提示してきそうですか。2億4000万倍はいかないぐらいなところなんです、まあ、そうだね。ってなるとやっぱりまあソフトバンクはものすごい多分額をドーンと提示してきますよね。まあ、きっとまた、まあ、3億5年5、3、15、まあ、20億ぐらいでいいんじゃない。すごいね。5年でそのぐらいをソフトバンクに行くんじゃないか、まあ、そうだな、うん。あとやっぱり楽天も資金力一応ありますと言われてます。あるかと言われてます。あ、そう、はい。ってなると楽天もやっぱりちょっとね今年の戦い方苦しいですけれども、左ピッチャー楽天にはいかないと思うの、うん。それはまあ個人の気持ちか何かっていうところですか。提示額とかではなくて、提示額ではなくて、はい、やっぱ今年の戦い方見てるとちょっと暗いもんね、うん、チームが、はい、そういうところに行きたい。あまりちょっと湿地帯に行きたい。湿地帯なんかそんな感じがするんだよね。いわゆるちょっとジメッとしたもうちょっと明るいチームだというふうに思ってたんだけど、うん、なんかこうジメッとしてる感じがするよね、はい。あえてそこを選ぶこともないのかなっていう感じです。ないと思う。あとはやっぱりいつもね前上がってくるんですけれども、セ・リーグの巨人やっぱり先発いない。巨人はないと思うの。え、やっぱ我らの頃は金看板に入れるんだみたいなことはあったけど、今の子供たち、まあ、今の選手たちっていうのはそんな魅力を巨人に感じてないと思うよ、うん。昔は給料も安かったし、巨人に入ったらなんかもう終わってからも食いっぱぐれがないっていうようなそういう状況が裏にあったんだよね、はい。でも今、いや別に食わなくてもそこまで残すからって、そのぐらいの金額が動いてるから全く魅力を感じてないと思うよ、はい、うん。ただ巨人は欲しいですよね。いや、そら欲しいよ。いないので今ほら欲しいよ、まあ、欲しいよ。左の俺だけピッチャーがいないんだもん。そうですよね。しかも左で貴重ですよね。貴重。おそらく巨人も行くとは思うんですけど、そうすると巨人はいくらぐらいと何年っていうのを提示してきそうですか。でもまあソフトバンクと、うん、まあ、例えば巨人が同額だったとしたらソフトバンク行くよね、多分。同じ、まあそうですね、パリーグでっていう、うん。他どうですか、他のチームで。ロッテ。あ、ロッテはその吉井監督とも親交があるということなんですよね。でもあのコントロールの良さをやっぱこう平均的に出していけるクオリティだとやっぱドームがいいよね。そうですよね。マリン風は半端ないもん、ね、春先なんか飛んでいくぞお前。いや本当に、いやいや、だからまあその変化球は切れても、はい、その風を味方にすればいいんだけどもさ、うん、コントロールが武器だっていう選手は自分のこと考えると生きにくいよね。そうですよね、うん。ということはドームでやっぱりピッチャー先発型左欲しいってなると中日も欲しいと思うんですよ。ホームラン打たれないからな、はい、あそこはどうでしょう。中日、まあ、お金があるか。そうなんですよ、今思いました。いやいや、あるとは思うんだけど、うん、その例えばソフトバンクとかね、うん、マネーゲームになった時に勝てるかっていうとさ、うん、厳しい。やっぱ厳しいと思うよ。そうするとやっぱ打ってくれないとさ。確かに。だって今でも打ってくれないところで投げてるから勝ち星つかないけど、はい、それ以上に打たないとこ行って投げたらそうですよ、もう辛いよ自分の勝ち星がそうそう、いやだからソフトバンクが平均的に点取ってくれるし、ね、やっぱ一番行きやすいと思うけどな。そうですよね。他あそこもう和田がね、うん、最年長の勝ち星とか言ってるけど、はい、まあ、そろそろ左ピッチャーの先発の枠が空きそうだよね、はい。まあ、そうなってくるとやっぱそこにスッと加藤が入れば、はい、もうバンバン剤だよね。ソフトバンクとすればね。そうですよね、ソフトバンクの確固たる強さっていうのが出来上がると思うんですけどね。他はでも、まあ、オリックスだったらピッチャーいるし、いや欲しいよいや、どこでも欲しい。お金があれば。お金ですよね、うん。
もう金の時代になっちゃったけど。まあそうですね。まあ、去年でも金がやっぱりその選手の価値をね、うん、評価する一つのものになってるから、はい、だからまあそれはしょうがないよな。まあ、そうですね、そこは、まあ、だったりあと他の条件面だったりとか、まあそうだね、はい、例えばもし加藤投手がやっぱ千葉に戻ってきたいとか関東圏に戻ってきたいっていう風になれば、まあ、ロッテだったりとか、まあ、巨人っていうのももちろんそこを優先的に考えればあるのかもしれないですし。なんかもうソフトバンクの頭しかないよね。なんか、まあもうね、去年のね、話しながら、あ、ここもあるよね、ここもあるよね、でもソフトバンク、こうやって引っ張られるよね、頭の中が。なぜか、まあ、そうですよね、多分そういうファンの方、多いと思うんですよね。そうだね、まあ、今年札幌行って、まあ、解説、何試合か入ってるから、そこら辺でちょっと会って話を聞けるといいけどな。なんか、ちょっとここだけの話、ちょっと欲しいよ、うん、CTMちょっと、まあ、一緒に飲んだこともあるしね、うん、なんかそれでね情報が、ね、まあまあ話さないでしょうけど大まかなことは、まあ、性格的にはすごく落ち着いてる人だからね。落ち着いてる人間だから人がいいしね。いやでも本当日本ハムは戦々恐々だと思いますよ。まあそうだな、昨シーズンオフに続いてっていうところもあるし、ピッチャー陣、上沢投手のこともあるしっていうところもあるので、まあ今シーズンオフね FA 権は取得したので残るのか、それとも、まあ、そうだな、はい、残れるぐらい誠意を見せてほしいけどな。そうですね、うん、球団どうするかね、はい、はい、プラス今日はちょっと話さないんですが、実は今オフ FA 権取得する選手、目玉の選手たちが何名かいるので、はいはい、それはそれでまた改めて切りのいいところで出しましょう、動画で。大変だぞお前出ていかれた球団大変なことになる。そうですよ、何名かいますからね、そういうチームが本当にホームランえぐってさっていうのもね、去年ワードになっちゃいましたしね。 そういうところも含めて動画また出したいと思います。はい。